やめチャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。三国志11 with パワーアップキット、前回の続きからやっていきたいと思います。現在が、2箇所ね、城洛陽と長安を持っていて、でこれからどうしようかっていう、これなんだろう、傭兵館でいいのかな、これが曹操、ああ違う、劉渊が持ってて、で漢中も劉渊が持ってると、で兵力が27,000ですよと。で北の方安定、天水、どこだ、ここ、あとこの上 V かな、でこの上北伐するか、もしくはこの漢中を取りに行くか。2万だっていくつだもんね今ね。で劉渊とは同盟してたのかな、外、あちょっととりあえず行動力ないので1回、どっちがいいんだろう。だ天水7万ぐらい今兵いたよね、ここね。天水から漢中に攻めてくれればいいんだけど、あはい、劉渊結んでないね同盟。だ攻めれるので、どうしよっかな、計略と宅軍がこう攻めてくれれば、あダメだ、そうはいかない。じゃあ漢中先に攻めてから北伐していくという形にしようかなと思います。あれ開発なんか抜けてんの、覚えてないっていうね。あここだけ入ってないのかな、にもいいか別にね。そっか、あっち委任してんのかな。そしたら繰り返しだよね、これの繰り返しで兵力上げていくと。である程度兵力がもう溜まったら、あの攻める準備、5万ぐらいでも守備も残しておかないと。ここが東卓軍なんだよね確か。あでももう曹操に取られるな、ここ今取り行くっていう手もあるけどね。このセイラン使って、これこれね、イランって読むよねこれね、セーランを使ってここ。まあ無理かな、もう間に合わないよね。どうしようかな、開発しようかな。この開発っていうのが一個だけあるとちょっと気になるっていう。軍事力、まあこれでも作っときますか。これでまあ開発終了と。お、帝銀がいる。あ、待って、準優が取れれば、取れない。はい、とりあえず、まあ、武将を増やしていきましょう。というのと、あと、じゃあ今度、兵装。3つあるから、まあ、あと、馬かな。何人いる ?25 人いるでしょ。竜炎叩いてる間は東卓のこの7万がもしこっち来ちゃうとちょっと厳しいのかなと。どうなってる、12人いるしね。まあ、攻めたら多分向こうも来るのかなと思うんですけど、そう考えるとこっち先潰した方がいいのかな。ただここは国がちっちゃいのであんまり
ね、この辺が市場建てたりとかあんまりできないので、やっぱり拠点調は難しいな。あ、発明をちょっと進めます。この間このあの3人が使えないので、まあいっか。投石までできちゃえば結構攻めるの楽なんですけど、次で5万になるね。でちょっと上がってるよね多分ね。3万ぐらい、あ、まだ上がってない。あ、来た。でこの下がどうかだよね。3万の兵か。だからまあそんなに、この繰り返しと4万ぐらいの兵で攻めればいけなかないのかなと。で1万2000の兵で守りきれるかどうか。守れないよね。もうちょっと兵増やしますね。育成いける？あ、研究できないか。研究中と。よし、行こうか。じゃあちなみに楽屋も3万しかいないもんね。待って、あれ落ちてない。あれ、いなくなってた。純優いた。無理か。まあ攻めます。ちょっと待って、ちょっと待ってください。あ、上がってんだね。ここにこれ武力高いやつ。あ、高中長領と。でここに徐行ので、楽用にいる利元も上げとくと。じゃあ次攻めます。ここも、ここが東卓とだったらね、ここ攻めるふりしてこっち行っちゃえばいいんですけど。じゃあ行きましょう。まずね、兵器、あったあった、これだ。どうしよう、どうしよう。長飛で、頭のいい先生で、工場兵と。これでいいかな。で、ここを攻めるふりをすると70日ね。はい、次。兵器 A がいないんだよね。 B、 まあ長領を、じゃあこの辺かな、この辺かな。はい、で戦力、お金がまず、まあ、1000円くらいいっか。兵糧切りが一番ね、わけわかんないので、はい、行きましょう。上級在下。で関、あー、ちょっと待ってね。高中弓なんだよね。で高中で
不平気ビライド、あとなんか職部署はいないかな。コーチュー、じゃあ一家長老連れてこう。この三部隊で攻めると。で向こうも攻めて出てくるから、それを守備するのがまず関羽とか。どうしよう、強いのがいないんだよねここ。陳信とかになっちゃうもんね。いっか、やりかな。よし、これも同じ70にしよう。で、あと騎馬隊ね、徐行。僕はもうここ3人、知力もまあ大丈夫でしょう。あ、間違えた。よいしょ。騎馬 S じゃないんだね、そういえば。で、残りを長安の守備と。騎馬の方が移動力高いから、これ見ながらね。もうちょっと無茶効くかな。ダメか、いい部署いないね。誰かいないかな。長安はちょっと人集め。でもいないね。逆に探索。とりあえずこれでいっか。はい、行ってみたいと思います。関中を取れば関中を劉備になると。でも兵がここにいるからね、長安にいた方がいいのかな。で、これ攻めてきたら嫌だから、とりあえず3万ぐらいまで戻そう。はい、お願いします。長安と関中を取れれば、天水からどっちかをわざと攻めさせて、守ってる間に逆から攻めていくとかね。両方とも大きな国なので、国というか都市なので。あなたは味方来てよ。あ、ちょっと待って、順位行けないかな。あ、取れないよね。これいけんじゃない、朝鮮とかだったら。お色気攻撃でね。5000だ。ここはすぐ破れ、やっぱボン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 兵力を上げてってます。あ、来た。順位落ちてないのか、欲しいな。おっと、危ない人いたよ。曹操軍はちょっとね、引き抜くと恨まれるとめんどくさいので、一歩これ威力アップだもんね。移動力アップは3000貯めて投石作ります。じゃあ長安がもうすぐ3万守備兵で、徐行だけが前に来てますけど、あれ
あ、攻めてきたんだ。攻めてきたっていうか守りに来たんだね。あ、向こうは向こうで来ると。じゃあちょっと待って、これダメダメ、飛び出しすぎはダメだよね。カンカン、これがちょっと待ってね、どうしようかな。使われたらめんどくさいのでぶっ壊すと。で、バーテツ何これ。あ、大丈夫だ。ここじゃ危ないかな。快攻進軍。はい、タムを戻す。ない、なんで軽力使っちゃってんの。ああ、失敗した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 、気力が余計なことやったかな。はい、でここね、兵力的にはどうしようかな。始まったよ、おじさん来たよ。大丈夫かな。でもいないんだよね、武将が。ああ困った。どうしよう。あー難しい。天水から来てんだよね多分ね。で1万7000だったらまあいいか。来てもよで5000とかかな。5000ただまあこっちの方が武将3人ずつで来ているので、まあそうそう負けないでしょうと。でこの西蘭ね、イランって書くやつね、これはちょっとぶつかっちゃうとまずいので、敵と。ご飯がもうすぐ来るのかな。でこれは引き抜けるかどうかだよね。とりあえず紋章を渡す。呂布、あーすごいんじゃない。挑戦なら取れんじゃない。すぐ裏切るからあんま使いたくないんだけど、敵にいられるとめんどくさいと。で今出てきてる武将を、まあ、ダメかいないか。あ、馬長とか取れないかな。劉備が槍で行くとして1万1000もういないのかな。さあじゃあ行きましょう。天水からどうやって行くんだろうこの人たち。ここ抜けてくるのかな。あ、なんで、ま、え、どうなってるこれ。あれ、あんたたちも来んの。あ、こんなすげえ量で来んのこれ。馬長まで来てるし、ただうわちょっと待って、ここでぶつかるの困るな。組んでんのあんたたち。はい、間に合わない。ちょっと待って、じゃあ、ここでだってさ、これ全部と戦っ、はい、外交行きます。ね。
牛歩停戦しましょうと。20日かかんの？よっ。行こう。あんまりこういう戦い方ってあれなんですけど、早め早めに進んじゃった方がいいので、ここでぶつかりたくないんですよ、この人たちと。まあ総権は1000人だからいいとしても、こんなもんだよね。あれ、なんで、どういうこと？停戦勝手にした？あ、呂布来ない。いろいろめんどくさいね。じゃ停戦しなくてよかったな。はい、カーン、これで混乱させると。できた。ダメか。あと700、どうしようかな。もう混乱してるから、取った。よし、実質攻撃的に2人とはいえ、こっちの方が強いっちゃ強いので、絶好中よっ。これで1000ぐらいはいけるのかな。あんまり攻撃下手にしない方がいいね。気力がなくなっちゃうと困るので、で馬長来てるから、あんたこっち来ちゃえばいいじゃん。そのまま来ない。あれ、呂布のおっさん中性度上がっちゃったんだね。じゃあへ、どうしよう、どうしよう。あー、何、あー、いいんだいいんだ。はい、一応見ときながらね。でここ倒しちゃえば、もう艦長も1万7000しかいない。でここはもう取れるので、強制的に。停戦ね、これしなくてよかったな。あ、でもなんだろう、これやったから引いたのかな、それともここで戦ってるから一回引いてくれたのか。あれ、この人たち攻撃してこないの？どういうこと？あ、弓？じゃあこれ、あ、こう、徐行ちょっと危ねえな。一斉じゃない、一斉じゃない、先方と次々いける。はい、あれ、あんた来てもいいのに。捕虜にします。で、ジョコ大丈夫かな。これで、まあしょうがない。で700だから、じゃあ超費コーチじゃなくて超費、ここならまあまあ来れないでしょう。はい、潰した。はい、で、ああ、これ強いんじゃない、70ぐらいんじゃない、武力ね。とにかくね、強い武将が少ないと。で重心優が何回やっても来ないね。
かな。上皇がもし潰されるとしてもまずい。どう、そんな食らう?700食らったんだ。はい、今カームがいるから、違うよ、こっちだよ。これで混乱してくれれば OK で、貢献だからね、攻撃すりゃそんなに。あー、まあでも結構食らうな。ゴブとで、この間に行けないか。そっか、じゃあいいんだいいんだ、気力がなくなったとしてもここで、訓練すればいいだけの話なので、じゃあ攻めまくります。2000でしょ、でこれで2000ぴったりぐらいになるのかな。あ、1400までいった。これで貢献作れないかな、まだ300か400で残ると。57って倒してくれりゃいいのに。もうでバテツがまた来てるから3000の兵で、義賊これ独立してくんないかな。でこっちもちょっとずつやっておかないとわけが分かんなくなっちゃうよ。はい、これでこのまあ先鋒隊は、まあ横隊はいいのか。まだ撃ってくる。36突撃かな。あ、これあれか、でこの人も混乱またする。できた。でこれで吹っ飛ばす、吹っ飛ばす OK で、このうちにバテツが ここまで来てたか。微妙に邪魔だねバテツね。70だから、まあ貢献残しといた方がいいのかな。これ待機、ちょっと待って、倒すとまたこっから3000ぐらい連れて出てきてもめんどくさいから残しておきます。あそこでもう混乱してるからね。でバテツ来るよね多分この辺。あ、でもそっか、次復帰しちゃったらめんどくさいのか。まあいっか、これでね、これでも100にしとくと。で劉備今人取りに行ってる、誰か取りに行ってたよね。はい、どう、あ、バテツ復帰してない。あ、バテツか。だからカンカンカン、はい、だからバテツを、あ、もう体力ないのか。体力じゃない、気力ね。はい、でもここでもう次取れます。どうしよう、上皇ちょっと微妙なんだよね、やられそうなので。いつの間にこんな食らってたのか。
でも来るよね。あ、もう打てないのか。じゃあこうしよう。取っちゃいます。で終了と。でまあ来るよね、せめては来るでしょうけど、はい来た。3万までだよね。だからこれも大丈夫。で、あ、なにやってんの。ちゃ、軍事、一緒、訓練。はい、どうしよう、関を。ここもし入ったら、あの人たちどうするんだろうね。入っちゃった方がいいか。上級大社。下手に潰すとまたここ戻っちゃうから捕まえられないとね。こっち攻めてくるのかな。で、順いるのかな。ご飯よいしょ。あ、取れたらいいなと。で、こっからもう、あ、攻めてくんだね。どうぞって感じで、ね、火つけられちゃった。今どんぐらい、くん63。攻めちゃおっか。6発、あー、じゃあもう一回訓練しよう。次攻めます。関水、くそー。終わります。来んのかな、こっち。そうだよね、戻るに戻れない状況だよね、向こうはね。長安停戦も切れた。1万6000の兵減ってるよね、こっちもね。あ、バテツももう終わりじゃん。じゃあもう攻めちゃいますね。違う、危ない危ない。92まで上げたかったけどね。セーラン、この3人だよね。だ、兵力ちょっとずつ削っていかないと。そんなもんかな。2000ぐらい与えてくれれば OK。 予定通り。じゃあ長領もう、あー違うな、甲冑か。どうしよう、そんなきっちり合わせなくてもいいか。はい、で、6000、7000でいいか。はい、1万くらいまで減らせれば多分もう出陣はしてこないと思うので、
どうしようかな。ここ3人で、今兵力がもうこれしかいないんだもんね。6000の兵を残して、出てくるかな。5000ぐらい出てきた時のために、じゃあ3000の兵で、もう関羽長領すごいね、このコンビ仲いいしね、関羽と長領で、あとなんかあったまあ、いっか、はい、この3人で、で槍かな、槍で兵力、でこう待機と、これでどうだろう。で、また中精度が下がったかな。おっ、あー、そうそう、劣っちゃう。関根太子寺後のね、大武将2人が来てくれると。馬長なんで来てくんないの。だ、東卓軍っていうか、これ牛歩軍、結構強いんだよな。で、天水どうなった。8万の兵でしょ、これ3万だもんね。あ、来てる来てる。じゃあこれね、出陣すると多分攻めてくると思うんだよな。あ、劉備いないんだ。あ、ダメだ、どうしよう。あれ、どれくらいいるんだっけ兵。よいしょ、2000か。じゃあこのなんかあんまり強くないメンバーですけど、あ、馬の方がいいか、そしたらね、どっちも B だったら。ここ出てきたよね、出てきた。混乱する、あ、しないか。で、もういけるでしょう。7000、これで、これで6500くらい、あ、5500で、これで3000ぐらいまで持ってきるよね、多分ね。あ、いけんじゃないでしょうか、いけんじゃないでしょうか。3500で甲虫、よしよしよし。貢献倒すのは誰でしょうっていうね。これ出るのかな、出れないかな。はい、あー、これ火つけてんだ、さっきからね、この人たち。誰も来ないじゃん。はい、じゃあ張飛で決めてもらいましょう。はい、関中を取ることができました。お、来た。そうだろうね、じゃあ捕虜にします。
馬頭一族はね、ちょっと全員できれば味方にしたいなっていうのがあって、よしよしよし、そしたらもうこれも潰しちゃっていいと。だから出れるかな、出陣。何でもいいや。あ、出れないんだやっぱりね。じゃあ徐行で潰しちゃおう。あれ捕まえられないんだね。ああ、ちなみにね、武将とか都市の言い間違いはものすごい多いと思いますね。東条合ってる？突撃いけっかな。いや、これほっといても別にいいっちゃいいんですけど、なんかこの辺のレベル3の市場とか壊されるとえらいめんどくさいので、ちょっと潰しに来てると。溜まった、2200、もうちょい溜まれば。引き抜けないね。それなりか、作っときましょうと。東卓軍じゃないんだもんね。何？あ、はい。はい。あ、あれかな？なんか修正アップかな？はい、みんなで行きましょうと。気力が上がったんだね。ちょっと待って、早いって、早いって。そんなすぐ、あれ、ちょっと待って、あれどこ行った？あ、いた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 。995。あ、なんか壊された？大丈夫かな。600、次で倒せるとして、ちょっと待って、厳しいって。艦長に入るでしょ。で、これで多分これは潰せます。捕虜ね、なんか捕虜。どっから来てんの？ここ抜けて、ここ抜けて、ここか。3人、宝徳がちょっとやだな。どうする？出陣する？1400だから、じゃあ馬で。ここはまあ取られてもすぐ取り返せるんで、こあ楽よ、なんとかなってる。あれ、ちょっと待って、何、どういうこと？あ、曹操軍ね。ここも曹操で、ここここうちだね。病気ってことかな。ああ、だからここ
やー、いっか。終わりだ。よいしょ。受けて立った方がいいかな。あ、でも待って、あれがないや。ダメじゃん。何？なんかお話？はい。心構えを解いてはいかがでしょう。はい。お、いいんじゃない？これは取らせよう。だ、ここ取らせて、で奪い返してを繰り返して天水の兵力を削ると。でこれいつ攻めてくる、あと何ヶ月。あ、もうここまで来てんの。これいいよね。で輸送隊間に合わないかな。物資だけ。7000だ、1万4000ぐらい。もういいや、これで1000人でもな。こんな感じかな。何日かかるかだよね。70日あったら来ちゃうよね。ぐらいで来ちゃうのかな。ないもんね。何合併って。あ、農場なの？よ、あ、見えない。じゃあここ、いや合併してる場合じゃないな。ちょっと待って、どうしよう。そんな早く来るかね、せめて。物資だってこれ出陣するじゃない。でないよね。3000の槍じゃしょうがないよね。あれやる必殺技。とりあえず市場作る。ここ1、いやこれそんなに大きくないね。あ、ここが大きいのか。どうしよう。市場。あー、もうわけわかんない。ここ市場にしようじゃん。あ、ちょっと待って、それどこじゃないんだ。ちょっとまずい。3000行ってないじゃんか。武器さえあれば戦えるんですけど。もしか宝徳だけ引き抜けたらすげえ助かるんですけど。欲しいな。こうかな。とりあえず1個作ると。これでいいか。で訓練度も上げなきゃいけない。あと何日。ここ取っときゃいいのにな。どうする。そんなバカバカ来る。ちょっとやってみる、試しに。そんな怒らずっていうね。ちょっと待って、お金がない。7000円。あー、でも一家郵送してるか。外交。いやでも一家停戦しなくても。どこまで来た。でこれは突っ込んじゃう。
にしたって40日かかる。一回行くか。でここはとにかく訓練完璧にしちゃおうと。で長安もちょっとこれ絶対狙われるからこんなの。でここ狙ってんだっけ。そっかここも狙ってんだよね。もういろいろといろいろとめんどくさい。だあなたはちょっと今ちょっとおとなしくしてよ。3ヶ月くらい。あ無理。2ヶ月。当たっちゃうよねここでね。そしたらこうか。在下領命。兵も作れないんだ。でもここ今ちょっと待ってね。やっぱなんとかなると思うんだよな。範疇はこっち来ちゃった。あっち行った。おほほいって、おーいって。在下領命。でこれ動かないとこ待機待機。え、あやばいやばい、治安が悪い。とりあえずこれ少しだけ馬変える。もう来てるよね。あれ宝徳どこ行った。あ、行った。何やってんのこの人たち。これであれ輸送隊妻とかビーって動いちゃまずいんじゃない。あ大丈夫か。あ、ああここでちょっと待っちゃう。ちょっと待て、ちょっと待て。2ヶ月だね。2ヶ月ね。オッケー。あぶねえ。これであの人帰るね。これなん組めないかね。でその間にだこれはもう戻っちゃっていいよね。長安ちょっと人が少ない。であなた、あなた輸送隊も来るか。でもこっちはまあこれから来るんだから、これで6500まだ足りない。3人何やってんの今。停車も欲しいな。いっかこの3人なら。うわもう結構きついな。来るよねもうね。だってこっち馬1個しか出せないと。で6000、4000、
でもこれさ、馬とかだから別に攻めきれないんじゃない？城だしこっち。これめんどくさいからいいです。よし、これでいいよね。これはこれでいいよね。とりあえず20000で、ちょっと治安が悪すぎるから。あ、あれやってない。誰か落ちたよね、中精度きっとね。はいはい、あれこっちの方じゃないの。はい、こんなくらい。うん、何？また来るの？あ、誰も落ちてないか。あ、あれこれあれだっけ、あの曹操のとこにいて頭いいやつなかった、違ったっけ。人がいないか、ちょっと、まあ、武将増やせれば。50来たよ、来たよ、とうとう。これくす、次回だね。あ、でもこれはここまでいけないよね。まさかこれあれでしょ、弓。あ、違う、大丈夫大丈夫。そしたら いいか。はいはい、攻めてください、どうぞ。やばいやばいやばい、耐久がどうかって話になってくるね。この工場兵みたいになったら危なかったね。はい、来た。でこれでとりあえず5000兵が増えます。在社に帰っていいです。で出陣、関羽、魚家、ライド、張飛ライドの方がいいかな、いいか。で一気に増えたから、道徳だけはちょっとね。すげえ、全然こっちの方が強い。長領、こんな感じで馬だよね。で長飛で、あ、やばい、7000しかいない。甲冑、長飛、この3人でいっか。槍でしょ。でここ4000ぐらいにしなきゃダメか。兵がいない。あ、届かないな。宝徳をちょっと混乱させられればだいぶ楽かなっていう。これ違うよ、これは違うけど。で、ここは誰が来てんの？あ、びっくりした。でいっか、4000だからちょっとね、弓バカバカ撃たれたら危ないとこですけど、いないので。
はいはいはい。こんな時に、こんな時に。あ、ゴラン。じゃあ、これ一騎打ちでしょ？ん？これゴランの方が強くない？いいや、戦いましょう。まあ、職の、まあ、劉備のところの武将なので、来てくれれば忠誠度はかなり高く取れるんじゃないかなと。80いくつとかあるんじゃない向こう。あ、そうでもないんだ。互角だ。闘志が上がるのも一緒だね。向こうも闘志にしてんのかな。その代わりに、やばいな。はかはか。見上げて。よし。逆転するかどうか。いきます。うわ、ダメだった。ダメだった。そんな差つくかね。はい、残念と。それよりここだよね。逃げたな。宝徳がほんとね、ちょっとなんとかしよう。ほら、結構食らうから。中槍だよね。これ潰せるかな。これでよしと。66訓練どころで100上がってない。3000まで。あと55。大丈夫だよね。あ、ちょっと待って、耐久、ちょっと待って、耐久は2000。まあ大丈夫か。城が崩れることがないので、あと宝徳だけ。めちゃくちゃ厄介と。あ、火やってきた。これはもう潰れるからいっか。したもんかな。勝負かけよっか。はい、オッケーオッケーオッケー、いいね。一騎打ち行く？行かないか。で、ここは兵を集めると。で、ここはゴラン。こんな遠くにいたんだね。お、いけっか。60にしちゃったら無理だね。ちゃんと見りゃよかったな。必死。え、いける？まあいいか、ちょっとずつ。はい、
何また姑息な手を使ってんの。火が爆発した。あーもう停戦切れた、停戦切れた。姑息な手使ってんのこっちだけどね本当はね。来た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 、混乱させて混乱させて、来た、大部落。オッケー、よしよし、これで砲とかもう終わるでしょ。でこの辺はもう戦うしかないと。余裕出てきたら合併しとこうかな、農場ね。で市場がないからお金が入らないと。でもこの辺だよね確かね、今でやったってすぐ壊されちゃうから。でここは治安が悪い、良くなってきた。どう取れるかな。はい、で天水が、あ、9万になってる。一時期のなんかあの長安ぐらい大きくなってる。取れない、はい取れた。宝徳が取れたらすごくありがたいんですけど、取れる？取れない。あ、もういないのか、兵。オッケー、考慮ね。これで落ち着いたかな。あ、大将自ら出てきたよ、気づかなかった。ちょっと待って、でもさあ、誰もいないの？あ、長安かこれ。じゃあ、はい、93。これそろそろ、これもう、ちょっとでも市場作っとかないと、お金、5000ぐらい？あ、1万あるのか。あ、じゃああれか。でもちょっと待って、これ余裕はないよね。これ1万何やってんのこの人、作ってんのこれ。一回戻ろうか、一回戻りますね。気力もないし、こんな作ってるから勝手に作らしておいて、でこっちはとにかくちょっと一回艦中をある程度、なんでよ、今じゃないよね、停戦できるかな。覇気じゃないよ、覇気じゃないよ。あ、お金もない。3ヶ月いけるかな。はい、来た。あ、お金がないか、お金がない。1、2、3、4月に入ってくるから。でここはじゃあちょっと開発回ります。弊社どこだっけ、ここか。じゃあここね。
で馬で攻防、この3つがとりあえずあればレベル3まで上がっとけば攻防ここだよね。これでまだ作ってんでしょ、なんか。あ、くんの？くんの？やばい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 。それは知らなかった。ちょっと待って、作んのに、あー、もうバテツいっちゃったよ。いろいろ、いろいろ困ってる。いろいろ困ってます。ちょっと待ってね。どうしよう。あっそう。こんなバカバカ来る。はい、ということで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。じゃあ次回、龍炎軍ね、どうするかっていうのを考えながら、またやっていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。今日は少しだけ疲れる日だったな。明日はいいことがあるといいな。今日のキラキラは今日のうちに消えた。明日のキラキラは明日探そう。なんとなくのんびり、なんとなく楽しい、山チャンネル TV、また見てね。